ベンチャーである私は、現職とフェアな公開討論会議論をしたかった。どうして出てきてくれないんですか、小池都知事は。どうして討論会を欠席するんですか。どうして表で私と堂々と議論をしてくれないのか。私は政策には自信がある。予算には誰よりも明るい。チャレンジャーだけども、受けて立つと最初に言ったのに、ある民放のテレビ局の幹部に聞きました。3回オファーをした、公開討論会3回オファーをしたら全て断られた。理由は公務。でもそのうちの1回は蓋を開けたら自分で街頭演説をしてたそうです。逃げないでもらいたいと皆さんも思いませんか。あのちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほらほらほら、しっかりお答えください。外苑前再開発に関してきちんと聞きたいから、今回青い人って言われたんでしょうか。ちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほらほらほら、しっかりお答えください。外苑前再開発に関してきちんと聞きたいから、今回青い人って言われたんでしょうか。お願いします。ちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほらほらほら、しっかりお答えください。逃げるな、外苑前再開発に関してきちんと聞きたいから、今回青い人って言われたんでしょうか。お願いします。ちょうどいない、逃げるなよ、逃げるな、ほらほらほら。